意味深な言葉選手権。何それ。今から一番意味深なこと言ったやつが勝ち。分かった。いや分からんけど。じゃあ行くな。うん。むちゃん。今は振り向いてはいけない。はい、うん。ちょっと意味深やろ。うん、いいよ振り向いても。それ意味深な選手権始まってるそれ、うん、あ始まってたらしいね。今なんかもうむーちゃんめっちゃ普通にあうんって感じもう気づいてなかったね。参加したのに参加したのに気づいてもらえてなかった。ナチュラルすぎた。うん、ナチュラルすぎたな、うん、そっか、ナチュラルが一番やで。そっか、じゃあ行くわ、うん、ちなみに今のナチュラルが一番やではどっち？それ参加な数うちはいいやろみたいになってる。そう違うで、ちゃんと考えてあかんよ。つつみこれどけて、これもどけて、はい、いきます、うん、あのさ、うん、今は言わんとくわ。あ確かに意味深っていうか気になるやつな。え何っていうな。今じゃない、いつかは言われんのみたいなね。今は言わないというところ。むーちゃん、ん、今日の服はすごい似合ってるな。すごい。なんすね、わら、かっこわらみたいな。わっていう、今日はっていう。そう、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 どう、どう、どう。やばい、そんな思いつかへん。はい、いいよ、包みテイストでいいよ。包みテイストいいやから、さっきから。うん、じゃあ、今日は、今日だけは何してもいいよ。え、なにこれ、ご褒美なに何も意味、え、意味深、ご褒美じゃね、ご褒美や、今日は今日だけはってなんか強調したのが余計ご褒美感出ちゃった。意味深って難しいな。意味深、意味深、あ、じゃあいくわ、うん、なるほど、さつまいもか。何がちょっと意味深じゃない何がみたいな。意味深、意味深のニュアンス難しい。意味深じゃない、意味深いと書いて意味深。深い、深いよ、深いすごい。 え何っていう、え、うん、なんかあんのかなっていう、ちょ考えさせられる感じ、うん、はい、あ、リオナおったん、いつからマジで言ってる、だからマジで聞いてなかった。つつみ、今日の笑顔もめちゃめちゃいい笑顔やな。ありがとう、褒めてくれた。でもなんかよく考えたら、それ言われたら、え、この人もうすぐ死ぬみたいな。やめろよ、やめろよ。それを言うと今までありがとうみたいな。ああ意味深ってそういうこと。ああでもなんか、うん、こっちが勝手に裏読みたい感はあるけどな。意味深にしたい、うん、大きくなったね。え、何どう思うリオナ。大きくなったねやって。ありがとう。もっと謎を見た。ということで今日の意味深選手権、うんうん、ベベーはベベーつつみです。めっちゃ一番出したのに。ちょっと1位はないけどベベーは決まった、うん、意味わからない選手権。意味わからない選手権してるやん。そうやな、ということで、うん、また第2回開催しましょう。皆さんもぜひコメントで意味深なこと書いてください。バイバイ、 バイバイ、リオナもバイバイ、 バイバイ。